じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、一回撮っていいですか。はい。はい、すいません。お写真で見てるより明るい。多分抜けちゃった。抜けちゃった。多分かな。癖が悩みですか。癖も。あ、結構長いですね。そうなんです。うん、なんかボリュームが、うん、こうなんていうの、膨張する？ダラついてる感じ。あ、うんうん、あ、しかも毛先は細め。どうします？カットって久しくしてない感じ。そうですね。なんかもう30センチぐらいやっていいかなと。お、いいじゃないですか。思ってます。癖ですね。ちょっとザラつきのある。そう。なんか今までは結構アイロンすると、うん、まあなんとか収まってたんですけど、はいはい、今年ぐらいからアイロンしても結構膨張するようになっちゃって、多分うねりが強くなったっていう感じかなと思うんですけど、うん、まあ、でも宿毛矯正はしていいんですか。あんまりしたくない。あ、でも大丈夫。した方がいいじゃないですか。前髪とかはしてあって。あ、前髪してある。後ろはしてない理由ってなんか後ろはでも1年半ぐらい前にして1年ぐらい前。最近してない理由とか。最近はしてない。いや、特にないです。お、なんかこの膨らみはもう普通に抑えちゃった方がいいかなと思いますね。うん、その方が綺麗になると思うんで。なんかまだ今日縛ってたからあれですけど、うんうん、なんかこの辺から結構ふわっと。ぐわってなっちゃうんで。オッケー。まあでもそんなに、なんかもっと難しいかと思った。全然スムーズにいくと思います。でもまあ普通にいこうかな。どんな感じがいいとかありますか。カットとかなんかもう多分下の方って結構ペラペラじゃないですか。最低限ここまで切んないと綺麗な、うん、全然大丈夫で、あとはここのラインをどうするか、ちょっと上目からレイヤー、うん、レイヤー入れたいですよね。ってことは下の方はちょっと長さありつつしっかりとしたハイレイヤー、ハイレイヤーまでいかなくていいけど、ある程度レイヤーが綺麗になって動き出た方がいいかな。ストレートするから何でもできるんですごい。そうですね、うん、なんかもう切っちゃった方がいいところはもう全然バッサリ切っちゃって、そう、ここまではね、切った方がいいですね、うん、なんでかっていうと、もう多分ボリュームを抑えるためにもしかしたらついてるんですよね。そう、ボリュームを抑えるためにすくと逆にそのついたのがザラつきを生んでより広がるっていう悪循環になってるから、しっかりとストレートかけてあげて、このザラッとした質感を超綺麗にしましょう。はい、はい、カラーどんな感じがいいとか、はい、カラーちょっと落ち着かせていきます。ハイライト入れたいなって思ってたんですけど、ってブリッジ使うからストレートとはさすがにね同時じゃない方がいいかも、ね、ハイライト似合いそうだしレイヤー入れるとすごいかっこよくなるけど、宿毛矯正と一緒じゃない方がいい、はいはい、うん、先に宿毛の方がいいんじゃないですか。多分このブワーってなってる状態でハイライト入れるとハイライトがボケちゃって入ってるみたいな感じになるんで、はいはい、今日はね一色の方がいいかもしれない。ちょっと落ち着かせ系で少し今色抜け切っちゃってるんで、そうです、赤みを消したい感じ、消しましょう、はい、いい感じにします、はい、OK です。はい、ある程度お任せいただいて大丈夫ですかね。あ、はい、お願いします、はい、はい、ちょっとご覧ください。こちらですね、まあここ毛先がだいぶ細くなってるんで、まあ、レイヤー入れていく前提なんですけど、ここら辺まではちょっと切ってもいいかなと思います。でもって髪自体は多分綺麗なんで、でセットうねりでザラつきが生まれてるっていう形だと思うんで、これを綺麗に取っていっちゃいましょう。はい、お願いします。はい、薬剤紹介します。はい、まあ、モデさん髪の体力全然あるし、多分内側はそんなに傷んでないんですよ。まず癖があってザラついて見えて、あとはスキンのカットのあれで毛先はバサッと見えてる状態なんで、基本これは2対1でいきます。アルテマの弱酸性リッチというのの2対1ですっごい綺麗になると思います。で毛先の方はここら辺はカットするんで、このちょっとした毛先の痛みっていうのはカットと、あとは GLT のカラーで綺麗にしていこうかなと思うのと、あとちょっと前髪だけは少しあの柔らかい仕組み矯正でいきたいんで、ここ酸性でいきます。前髪が1ドロップ1対1に対してスピエラ 10% の酸性でいって、後ろはリッチユノの2対1でいきます。これ弱酸性が pH6.5、前髪が酸性なんで時間差が出てくると思うんですね。前髪結構時間かかって後ろは結構スムーズにいくと思うんですけど、ある程度うねりがあるんですごい早く軟化はしないと思うんで、今回は後ろを塗ります、前髪の酸性塗ります、サイド塗ります、後ろを2周目3周目っていうパターン、時間差でいきます。酸性とリッチユノの弱酸性がのコラボというかハイブリッドでいく場合は時間差を計算する、逆に塗る前から計算するっていうのがすごい大事になってくると思いますんで、これを重点的にいきましょう。じゃあちょっとまず塗りからいきますね。で弱酸性自体は、軟化の時間コントロールになってくると思うんで、襟足第一線外します。ここチリつきやすいんで外して、こうしてしっかりと揉み込む、揉み込んで、結構カラーのダメージ差があるんで、まずこの黒い部分いきます。根元が伸びている部分っていうところにまず行こうかなと思います。こうして
まずこの新正門のとこですねにしっかりと2対1がつきます。はい、こんな感じ。まずはこの健康なところ、ここら辺すごい吸いますね。なんとなくこうザラつきで吸ってる感じですね。これはもう塗布量がすごいムラになりやすい髪質、吸水毛なんで、こういう髪質が綺麗に伸びないっていう、あのお客さんだったり美容師さんだったりいると思うんですけど、この場合間違いなく言えるのが塗布量です。もう何周もどんどん重ねてあげないと、一回塗ってラップして放置したようなやり方しちゃうと絶対に綺麗に伸びない髪質ですね。そこら辺でも分かってれば簡単なんで、でハケを変えて次前髪いきます。サイドの前にで前髪、ここで3整いきます。でこの前髪を塗り終わってから15分程度で流せる、後ろが軟化が完了するっていうようなパターンがいいですけど、ちょっとペーパーが、ね、失礼します。で3整なんでそこそこ根元攻めちゃって大丈夫です。で攻めて、前髪三整にするメリットって、んじゃあなんでこんな時間差を計算してまでそんな面倒なことするかっていうと、やっぱりあの前髪がペタンとしてほしくないのと丸くなってほしいってなってくると、やっぱり脱乾性よりも三整の方が柔らかさっていうのは作れるかなと思います。で後ろを三弱三でやるメリットっていうのは、しっかりとうねりを通ることができる。三整だとどうしても癖戻りとかあったり、カラーとの同時施術だと色をきれいに出すことが難しいとか、そういうのがあるんで、そこら辺を全て踏まえるとこのハイブリッドがいいんじゃないですかね。毛先少し残します。で貼って1個な感じで、でこの後サイド塗って、サイド塗り終わったら後ろからどん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 足しですね、2周目3周目といきます。もうこうやってかなり吸水してるんで、ここら辺ですね、ちゃんと足し塗りしていきます。で最終的にここまで、この毛先が最後ギリギリ残るぐらいまで塗ります。はい、固定でいきましょう。美容師さんですか？はい、もっと、あー、なるほど。すごい昔ですね。あ、すごい昔なんですね、はい、いや、なんか LINE でのやり取りでアディクシーで染めたって書いてあったアディクシーで染めた言わないですか、なかなか言わないですアディクシーで自分で染めたのか、美容師さんにアディクシーって言われたのか、それとも美容師さんかの3択だったんですか？あ、そうなの、はい、自分でやりました。自分でやった、あ、はい、なるほどなるほど、すごいです。仕入れて、アディクシーを仕入れに行ってネットで買って、そう、売ってますもんね今美容師さんかなってなんか岩崎喋ってて、あ、そうなんですね。そう、美容師さん、うんうん、美容師さんだったら嫌だなと思ったんですよ。美容師さんがサロンに勤めてると、以前も言ったんですけど、あのいろんな会社のサンプルの実験台にされるじゃないですか。あ、そうそうそう、うん、そうするともう超複雑履歴になっててよかったです。本当だったんですね。本当でもどのくらい、もう20年近くね経ってるので若く見えますけどね。いや全然そんなことないです。あ、そうだな大変失礼しましたそうだ、僕が美容師20年なんで。あ、そうなんですね、まあ、アルバイトを入れるとそれ超えるんですけど、高校生の頃アルバイトしたんで。あ、って言っちゃいけないのか。そうです、何を挽回するんだろうって思って床履きだけやってました。あ、でもなんかそういう時代でしたよね。そう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 、そうなんです。時給超安かった。750円でしょ。あ、やばくないですか今。それで安いんですか。え地方だから。ちょっと待って、地方何？地方なんか300円くらい。そんなんやなんかもうちょっと、うん、それを安いってあんま思わない。いや、美容院だから安かったのしかも。あ、そ、俺その前にマクドナルドでバイトしてたんですけど、そこ850円だ。あ、じゃあ900円になった最初、ね、初任給じゃねえか。高いですね、でも高いです、はい、水道橋のマクドナルド、はい、あの東京ドームのお客さんがすごいんです。高いんですかね。都会でしたね。都会だからやっぱ田舎とは違う当時650円とか、そのあ、いや、ありました、ありました、そうそうそう、気がします。そんな高いイメージあんまないです、うん、そうなんですよ。マックのバイトは忙しすぎて、あまり巨人戦があるたんびにまずすごい忙しいのと、あと東京ドームにコンサートがあると。なんで巨人戦なんですか？え、水道橋って東京ドームがあるからです。え、違います、巨人しかやらないんですか？ええ多分ね、買って持ってくんじゃないですか。そうそうそう、見るのに。巨人しかやらない東京ドーム。一応その頃は日ハムがやってたんですけど、東京ドームで。なんかドームでいっぱい野球やるじゃないですか。その巨人の時だけ忙しいんですか？え、待って、ドームでいっぱいやるって全部お前巨人戦だと思う。あ、そうなんですかえ、何言ってんの？巨人対どこどこみたいな。あ、そうなんですか？巨人対どこどこ巨人専用ってことですか？うん、その時は日ハムっていうあのあ、札幌に行く前は。学びどういうこと？じゃあ神宮球場は、だからそのいろんな巡ってんのかと思いました。今日はここで何対何みたいな、今日はこのここで何対何みたいな。そっと、お前、ね、何の地元感もないじゃんあ、そういうことですか、うん、
そうだよ。学び。マジスポーツ興味ない。興味ないと分かんないですよね。そうですよね。分かんないんですよ。へー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 。野球もそうだし、コンサートとかあるとめっちゃ混む店だったんですよ。はい、あ、そうなの。マックでもめちゃくちゃ忙しそうですもんね。マックめちゃくちゃ忙しいですね。店員さんなんか意外とめっちゃ多いじゃないですか。そう、めっちゃ多くて。大変ですね。いや、そうそう。でも1年半ぐらいやったかも。マック意外ですよ。意外、そうそうですよね。はい。あ、そうなんですか。うん。マックってそのあまり長くやらないんですか。いや、やる人はやるけど、俺がちゃんと真面目にやってたから。何の花だよ、真面目真面目やってですか。そう、だから XJAPAN がその頃いて、はい、あのちょうど解散ぐらいだったんですけど、解散休止ぐらいだったんですけど、 XJAPAN のコンサート in 東京ドームとかだと、もう髪の毛がこんな人たちがなんかみんなマック並んでいいじゃないですか。超面白いと思って。ファンなんだな。超面白いとか。いや、あまりに頭立てすぎて、あの自動ドア引っかかりすぎてっていうのが面白かった。難しいな。いい感じになってきました。1年半ぐらい前にかけた宿毛矯正ももうだいぶあれですね、あまり意味をなしてないだと思います。ただ痛んだだけみたいな感じです、ね、あんま伸びなかったですか。伸び、うん、なんかちょっと収まりは良くなって、なんか割とさらっとしたんですけど、うん、もう皆無ですね。皆無だいぶいい感じ。最近ちょっとずつなんか増えてきて。私も結構見てます。あ、結構見てます。ありがとうございます。ありがたい。元美容師さんだと違った見方になります。いや、なんか自分でやるのに、うん、なんか今最近はどういう感じなのかなと思って、うん、見始めてたどり着きました、うん、あ、最近はどういう感じなのか。そう、一応最新の技術をずっと薬剤を。そうなんですよ。それで結構あのなんかネットで販売してるメーカーさんもあるから、自分でやっちゃう人いますよね。いるんですね。いらっしゃる、いらっしゃる。本当もうすごい昔のまんまの情報だと、うん、もう本当浦島太郎みたいな感じ。いや、でも分かりますよ。なんかね、教わるのもね、どこで教わればいいんだって話もあるし、うん、女性の視聴者さんが多いですね。女性で、そう、それこそ元美容師さんで、なんか子育てが終わって、なんか美容室戻ろうかなって思ってるから見始めましたって人も。うん、お勉強ですね。ありがたい話ね。あとは意識高い系のあのアラサーメンズ。メンズ？アラサーメンズの、あの美容師さんがめっちゃ見ます。アラサーメンズにモテますよ。メンズ強調しないで。言うじゃないですか、長さんのストーカーがいっぱいいるね。アラサーメンズにめっちゃモテるんです。あ、そうなんですか、はい、女性は女性はそうでもない。あのプチストーカーがいる。意識高くて、あの美容でトップ取ってやりますみたいな25歳から34歳ぐらいのメンズ、あのすぐ集まってきます。2人ぐらい飲み行くかっつったら3人かそう、いやーすみたいなとかで、勝手になんか今日空いてますかとかまた行ったんですね。朝来たら昨日誰々と飲みに行ったって言って、あ、またですかって。あ、15分OK、よし。でもちょっと起きたいかもね。はい、塗り終わったところでちょうど15分ですね。で、もうだいぶ軟化も進んでるんで、いい感じです。で、毛先ほんのちょっと残してあるんですけど、これ全体にインフォームをつけて、フォーミングして、まあ5分以内ぐらいですかね。前髪の具合もあるんで。で、流しちゃいましょう。じゃあ伸ばして流しましょう。はい、流し終わりました。ちょっと一瞬見てください。こんな感じ。もうバッチリですね。うねりが全部取れてます。で、乾かすとうねり出てくると思うんですけど、これをアイロンで綺麗に伸ばしたいと思います。はい、中間処理ですね。はい、プラフェクトコネクター10倍希釈の活性キャッチをしっかりと全体につけて、でさらにアクアですね。アクアドロップといきますけど、ドロップはちょっと乾かす前につけます。先にカットいきますね。前の動画、昔の動画かなで何回か言ったかもしれないですけど、ここでカットをすることによってクリープが起きます。ちょっと時間を置いてあげる感じですね。一剤を流し終わった後に少し時間を置いてあげることによって、さらに還元剤っていうのが浸透していくかなと思います。はい、アルテマアクアですね。酢酸ナトリウムと CMC ですね。では大まかに切っていきたいかなと思います。さあ、工事がうるさくなってきました、これ。大丈夫？すいません、隣のビルが工事中です。いいやつ、行きましょう。で、今日はまずこの細くなってしまった毛先をきれいに、カットしつつ、厚みを出す状態プラス顔周りとトップにレイヤーいっぱい入れたいと思います。後ろこの細くなってる状態で後ろにレイヤー入れると、あ、ほんとペラペラになってしまうんで、今日はせっかくストレートなので厚みを出していきましょう。プランプでいきます。テンションあまりかけずにナチュラルにシェイプして、超緩やかな前上がり。
まずはワンレングスである程度の骨格を作っちゃいましょう。もう厚み出したいんでブラントカットで大丈夫です。こうしてだいぶもうこれだけで厚み出てきたかなと思います。いや綺麗になりますよ、いい感じに楽しい、うん、なかなか大変でしたよね、あの癖とこの現状のカットだと。長さの重みでなんとかなってたんですけど、うん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 、最近なんかもうどうにもなって今切った後ろをこう前に持ってきて三つ襟ぐらいから上がってくるよね、ここですね、ここから上がってくる、手先の厚みが出るように、ここからここ三つ襟ですね、ここから前に上がっていく、この細くなってしまった毛先を落とす、首に沿わせて出てきたやつを落とす、で左右を確認して、はい、レイヤー入れます。顔周りだけですね、今回は顔周り入れてトップのレイヤー整えたらアイロンいっちゃいましょう。よし、フェイスラインをこの前に0度で引き出して、もみ上げ切らない、もみ上げ切ったらダメですよ、レイヤーの角度で入れて、最後の最後を逆サイドにするとこの角が出ます、落とす。そしたら後ろから同じシェイプで前に持ってきて切る、逆同様です。で逆サイドの髪とここで左右を合わせます。で後ろまで、はい、そしたらトップにレイヤー入れていきましょう。 OK、 そしたら乾かしてアイロンいきます。で乾かす前にまた CMC ドロップですね、全体につけて、宿毛矯正は中間処理が一番大事、さっきご覧いただいた通り前処理してないんですよ。前処理っていらなくて、もう薬剤が進化してるもう現在においては基本的にいらない、もうそのままでいった方が軟化ムラも防げるし、しっかりと綺麗な宿毛矯正というのができるんだけど、この中間処理、髪の毛が還元している状態の時にちゃんと栄養成分を入れてあげることによってかなり綺麗な状態になります。還元している時の方が吸着しやすいんでね。オイルですね、オイル軽くつけて、もうしっかりと処理剤めちゃめちゃつけたら余分な水分だけでちょっと取って、で乾かします。はい、乾かし終わりました。こんな感じ、まあ癖がブワーッと出て結構ボリューミーになってるのをアイロンで綺麗にしていきます。でこういう細かい癖の人はツインブラシでしっかりとテンションかけつつ熱置き時間長めですね。結構やりがちなミスはこの根元はすごいやるんだけど、この中間の熱の置きが甘い場合が多いんで、そこら辺しっかり重点的にお願いします。明日から超楽になりますよ。髪ですか？めちゃめちゃ楽よ。助かります。はい、なんかもうアイロンとかコケとかないと外出れない感じだったのでそうです、もう乾かすだけもいけないです。まあ毛先をちょっと丸めるっていう作業あってもいいかな。やっぱ時期的に宿毛矯正のモデルさんが増えたかもしれないですね。あ、梅雨、梅雨、そう、梅雨とあとあまりの暑さと暑いですよね、本当に暑いです。なんかアイロンしても、うん、暑いから根元だけそう、うねってきたりとか、うねってきちゃう、そうなんですね、湿気も多いし。なんか YouTube 見て、はい、長戸さんが癖毛だっていうのを知ってびっくりしました。あ、そうそう、これ癖毛ですパーマだと思ってた。パーマはね、まあでも結構前に1回かけたんですけど、であんま変わんないですけどね、かけると根元の立ち上がりが出るかなぐらいで、毛先はしなくてもこれ全部一緒、めっちゃ固まってるんですけど、ね、でもいいですね、なんか家にまとまってまとまってますまとまってます、まとまってるかないや、そう、癖毛で困ってるんですよってなんか言ってたら、なんか どこだっけな、バーで飲んでる時かなんかに、いやでもなんかいい感じのスパゲッティヘアですねこれ未だにちょっと根に持ってる初めて聞いた。いい感じです、ね、そう褒めてる、褒めてる、それと思って、褒めてる、うん、いい感じって言われてるから、うん、まあそうなんだよね、褒められてる気もしないでもないけどなんかバカにされてる気もしないでもないスパゲッティヘアです、そう、正解かなと思ってた、あ、ありがとうみたいな初めて聞いた、スパゲッティ、スパゲッティヘア、え、どういうこと、どういうこと、スパゲッティ作ってる人だからそれを見えたよね。な、何言ってんの、え、だからシェフとかそういう系だから、その前にさ、スパゲッティって結構ストレートじゃない？いや、あれですよ、想像のこう、皿に盛り付けられてる、いや、まださ、焼きそばとかになったらさ、焼きそばだって褒められてる感じしないじゃないですか。お前焼きそばに謝れよ。なんでですか？焼きそばってなんかあまり褒められてないから
スパゲッティならちょっと褒め言葉に聞こえるかなって思って。確かにね、あのイタリアン料理とかのスパゲッティを想像していい感じのスパゲッティヘアですね。雑どやスパゲッティヘア。スパゲッティね、確かに焼きそばはバカにされてるか確かに分かんないでもないけど、なんかちょっと違うじゃないですか、ちょっとおしゃれですよね、スパゲッティ映えを狙って。確かに、ハッシュタグスパゲッティヘアいいそれスパゲッティヘアってなんか歌の歌詞になった気がするんだよ。本当ですか？ブランキージェットシティって知ってます？あ、知ってます。なかったですか？あった気がする、スパゲッティヘアの女の子みたいなの気になる後で調べよう。ブランキージェットシティ知らないでしょ？知らない。かっこいいんだ。またどういうバンドですか？バンドは3ピースバンド、いあのいかついね、うん、ブランキージェットハウスですか？シティだよいきなり忘れんのこの短時間でそんなに数秒で覚えられるわけない、数秒で忘れんだよなんだっけ、待ってブランキージェットまで覚えてたからブランキージェットシティ、そうスパゲッティヘアの女の子がどうのこうのみたいな、なんか歌詞ですか、それとも叫んでる、叫んでた気もしないけど、でも歌詞で、歌詞なかったらすみません調べておきます。調べておきます。男男タトゥーゴリゴリのなんか最近っていらっしゃいます？いや、いないんじゃないですか。だって僕若い時って学生の時とかでいい大人でしたよいいよ、うち、ん、もなんか学生の頃にすごい流行ってた、そうですよね、イメージがあります。流行った、多分別に岩崎が子供の頃にちょっと耳にしててもおかしくないぐらいの、そんな古くないですよね。でもまだ若いから、今年26だから、だから別に小学生ぐらいで耳にしてる可能性はあるけど、ちょっとね大人向けかも。あんま小学生は聞かないかもしれない確かに車でもしかしたら流れてたのかも、いや流れてないな。パパ知ってると思う。パパ知ってますかね。パパブランキージェットシティ知ってそうな入れたちえ、そのブランキージェットが分かんないけども、パパにブランキージェットシティって知ってる？何歳ですか？パパ多分今年50ぐらい。多分。そうなの、いつもね年齢分かってる。曖昧。若いですね。40後半から50ぐらいだと思う。このあたり。そのパパ知ってるか？多分絶対知ってると思う、その年代だと。うん、本当ですか？パパあんまり音楽聴いてるイメージないんですよね。韓国ドラマを見る。韓国ドラマじゃない？なんかなんていうんですかね、昔のなんか。韓流時代。韓流時代劇にハマってらっしゃる、ずっと。うざくてやめろ流すぞ言ってますもんね。考えたら毎日1時になったら始まるから、そこはパパの時間だったテレビ奪われる、奪われ本当別に家でもどうせ TikTok とか見てるし、テレビ見てますよちゃんと。本当？関西テレビを。関テレビ見てますよ。関西テレビって見たことないかも。上沼恵美子もうよく いらっしゃいますね。おしゃべりクッキングとかずっと喋ってそうですよね。シャンプーハットとかよく出てきます。シャンプーハット、あ違ったかな、シャンプーハットじゃなかったっけな。芸人さんです。詳しいですか？いやなんかこういうのイメージじゃないけど僕も感じそうですよ。シャンプーハットじゃなかったね。小出水さんと誰だっけ、あと一人なんかいるんですよ、そういう芸人さんが。なんかロザンとか出てきます。ロザン知ってる気がする。宇治原あのクイズ王。あそうです。ロザンが芸をしてんのを見たことがない。クイズに答えてるでしょ。でも芸じゃないです。ロケしてます。ロケ。ああ、そうだ。ロケして。私がその向こうにいた時はそんな感じのテレビがいっぱい。あ、関西住まわれたことあります？ないです。ご出身って東京？神奈川、埼玉。ああ、岡山。関西はそう、テレビ番組とかよくわかんないですよ、ね。日曜日の昼に吉本新喜劇がやるっていう。新喜劇は見に行った。テレビ見れるの？テレビでやってますよ。毎週日曜日ケラケラ笑いながらお昼ご飯を食べるのが日課です。ぜひ見てください。私一押しの芸人さんがいるんで、今日大好きな芸人さんがいらっしゃるんで。ノンスタイルでしょ？ノンスタイルが一番なんですけど、一番じゃないんですけど、ぶっちゃけその人の方が一番なんですよ。ノンスタイルを超える？超える。マジで本当わかんないかな関西の人。辻本茂雄さんっていう人なんですけど、超面白いんですよ。マジ見てほしい。本当に面白い。マジで見てほしい。これちょっと関西の人。マジで茂蔵っていうキャラクターを。茂蔵ってキャラクターなんですね。茂蔵っていうキャラクターを新喜劇でやるんですよ。茂蔵が本当に面白くて、多分結構キャラクターって一緒だから、まあ、ネタも別にもう結構見てるから、いろんな、まあ、同じネタの時もあるんですけど、本当毎回笑えるっていう。本当見て、知らないですか？いやごめん、あのね、すごいよ今温度差。モデルさんと俺とあなたの温度差すごい。味方が今多分画面の向こうにいるはず。関西の。あ、面白い。え、だってまず、ね、分かった。ちょっとやってみて。
新喜劇で劇の中でやるんですよ、うん、面白いですよ。いや全然伝わってこないですよねあでもちょっと見たいなっていう、ほら大きな話じゃない、優しいですねえ待って、鉄板ネタも許してやったらどうやって言うんですよ。えだから温度差がやばい本当にマジで見てほしいURL 送りますね、後で。オッケー絶対見ないと思うけどこんなにもプレゼン下手なとりあえず見たらわかります、面白さが。ザジー超えるザジなんでザジなんですか。ザジ面白くないですダージー、ダージー最初に出てきた時俺もうこんな斜め上の人いるんだなって。いやもう全然ダージ私の中ではダージーを超えます。あそうなんで。本当ぜひぜひ、いや味方が欲しいなこう。コメント欄に。しげぞう知ってる人いないかな。いやいるはいると思うけどね。とりあえずあなた今孤独だよ。すごいいい画面の向こうに味方がいる。あと横顔めっちゃ新幹線が好きなんです。絶対わかんないと思う。もう見てください。横顔めっちゃ新幹線っていう名前。っていういじりをされる方がいるんです。新喜劇の中で。こうなってる。そう。その人との絡みもすごい。あ、もう、ぜひ。じゃあ、私はこれはコメント欄楽しみにして。じゃあ、話変えようよ。孤独だから。いい感じに。すごい。もうこんなの久しぶりに見ました。サラサラの。これで固定すればかなり良くなると思います。で、毛先とかはちょっとだけ、ま、あの一液甘くしてあるんで、少し丸くなりやすいかなと思います。じゃあカラーはちょっと今回はハイライトじゃなくてワンカラーだけど赤みちょっと撲滅系でいきましょうかね。はい、はい、アイロン終わりました。まあこんな感じですね。もちろんアイロン後なんでサラサラしてます。でしっかりと手触りもいいです。なんでかっていうと実際傷んでなかったんですよね。そんなにダメージ自体はそんななくて癖うねりでザラザラしてたのをしっかりと伸ばしました。じゃあこのままカラー3回いきます。赤みを消しつつちょっと落としたい、色を落ち着かしたいってことなんで、はい、この組み合わせですね。3対1対 10% 10% です。色味が全体の 20% 入るようになってて、でブルーとグリーンの1対1 3対1対 10% 10% で、根元 6% 毛先 3% です。根元、はい、テンサイトインフォーム GLT10% 毛先が 30% 毛先ハウタム3g、毛先に化石ケラチンケラフェクトコネクターが 5g 入ってます。はい、行きましょう。別人になりますね俺は別人になるよ、感謝した。内緒がボサボサすぎてよし、じゃあこれで時間を置きますね。はい、はい、お疲れ様です。失礼します。はい、バッチリ色が入ってます。じゃあこのまま、シャンプー台で、まず乳化ですね。乳化をインフォームとアクアで行います。そうすることによって最終の追い込みっていうのができますので、しっかりと乳化お願いします。寒いの？ちょっと寒い冷房効きすぎてちょっと寒い、お願いします。お疲れ様でした。色が落ち着きましたおい、じゃあ乾かしてドライカットいきましょう。ノットのミストしっかりとつけて、レブリンさんで髪質改善、インクのオイルつけて乾かしましょう。さあ、乾かし終わりました。別人になりましたね、うん、ついてないのに。そうなんです、つかなくていいんです、ぶっちゃけ。なんでかっていうと、今まですっごいついてたじゃないですか、毛先スカスカになってたけど、あれって結局癖が重なり合うとすごい膨らんじゃうんです。だから今癖がなくなって、一番わかりやすく言うとタオルって5枚ぐらい重ねるとこうなるじゃないですか、はい、シルクって5枚重ねてもこうなんです。ああ、それです。すごい。シルクになりました。触っていただくと全然。うわあ、すごい。いい感じですよね。これ多分以前かけた宿毛矯正より、あ、そう、アイロンシもならないと思う。以前かけた宿毛矯正よりも多分効いてるはずなんですよ、絶対。めちゃくちゃ効いてます。めちゃくちゃ。多分以前もう悪いやつではないかもしれないけど、髪の毛がめっちゃ吸いやすい吸水毛ってやつなんで、薬剤根のひたすら乗っけなきゃいけないんですよ。今日ちなみに、ね、あの通常の人の倍使ってます。全然。だから材料費くださいとか言わないんだけど、あのそういう髪質の人に、例えばまあ美容師さん向けに言うと、あの普通にいつも通り塗っちゃうとムラが出ると。だらつきが残るとかなんだけど、今日ぐらいにしっかりのっけてあげるとこうやってちゃんと効いてくるんです。髪質の問題なんですか？そう、どうしても髪の中にダメージホールだったりとか、あと髪の形状的にすごい薬吸っちゃって表面に残んない人がいるんですよ、うん、そういう人は今日ぐらい薬をめっちゃ使ってあげるといい感じです。塗布量をけちるといい仕上がりにならないっていうのが一番の問題なんで、今日はもう贅沢に行きましたんで続きいきますね。はい、失礼します。はい、じゃあ今日ブラントできてあるんで、それをきれいにブラントカットを取っていきましょう。あとは癖が取れたところで少しラインのムラが出てるんで、それをきれいにしますね。アイロンしてもこうならないものをブローだけでここまで来てるんで、すごいですね。こっからアイロンすると
やばいことになります。今までこんなサラサラになったことないですね。ちょっとやらせたくないかもしれない。ありがたい言葉ですけど。Okay、いやでも本当ですよね。いやもう今日さっき言ってたそんなに難易度高くないですよと言ったんですけど、そういう細かいところ吸水毛だからたっぷり乗っけましょうとかができてないと綺麗にならない、うん、僕ら的な難易度はあんまりなんだけど、そんな高くないんだけど失敗されやすい紙質ではあるかもしれない、うん、失敗というかうまく大成功を収めにくい紙質なのかもしれないから、光がいいですね。じゃあここからほんの少しついていきます。そしたらやっぱちょっと上の方とか少し重たいんです。で下をあんまついてしまうとここですね、ここをあんまついちゃうと今日いらっしゃった時みたいに手先ちょっとスカッとしちゃってヒョロヒョロってなると余計傷んでくるんで、この中段からね、ここら辺ですね、を軽くしてあげるとより頭小さくなって顔も小さく見えるんで、そこを出てみていきましょう。はい、ドライカット用のシーザーでストロークカットですね。もうすきばさみを入れていい紙質ではないんで、もうこうやってさささっと、すごいすくう必要はないんですよ。すくも矯正ががっつり効いてるんで、すごいすくう必要はないんですけど、間を少し間引いていってあげるイメージですね。押しのスライドで優しく取っていきます。この毛先が馴染むように、厚みをチェックしながら、しっかりとこのサイドの厚さと後ろの厚さが揃うように、それが揃ってないとどうしてもかっこよく仕上がらない。はい、そしたらこのトップのレイヤーの位置だけもうちょい軽くしましょう。で前髪も実は縮毛矯正してるじゃないですか、はい、でもなんとなくこの、ま、もう丸いの分かります、うん、前髪は酸性縮毛矯正って言ってかなりもっと柔らかいやつにします。後ろもう本当はそれでいった方が触りとかは もしかしたら良くなるんですけど、癖戻りがちょっとあるんですね。酸性の方は通常はなくても元の癖がしっかりとしてたからちょっとこういう癖があったんで、ちょっとでも戻ってほしくないんで後ろは弱酸性で前が酸性、酸性でいくとこうやって丸さを残しつつ根元から綺麗に矯正できるので、ちょっと切っちゃっていいですか前髪。はい、前も自分切っちゃってるから、うん、多分前髪じゃないところとかもあると思うので、前髪には OK です、綺麗にしましょう。お願いします。はい、うん、これぐらいで前髪の横ですね、ここを、はい、これを綺麗にしていきましょう。じゃあこの後 GLT のカラーなんで少しアイロンしてさらにトリートメントを固めていくようなイメージ、あとツヤ感をもっと出しましょう。熱でトリートメントが固まりますんでちょっとゆっくりいきましょう。はい、こんな感じで、まあ、グリオキシル酸の耳の結合ですね作りつつ、脱水することによって中で結合が作られます。でこういうツヤ感出せます。ちょっと内巻きにしながらいきましょう。じゃあ2人でいきます。これ周りの人驚くと思いますよ。そうですよね。変わり方が変わり方が変身を超えてる。何があったもうワンカールでいいと思います。今日やったストレートアイロンはいらないです。トリートメントの最終段仕上げが、やばくないですか。やばい、なんかこうアホ毛が立たないのがすごいやばいでしょ。すごい、しかも今まだこうやって短い毛がいるんですよ。それこういうアホ毛の予備軍というか今まで切れてたやつらがいるんですけど、はい、そこを縮毛矯正すると摩擦が起きなくなるからこいつらが減ってきます。そう、アホ毛予備軍、アホ毛予備軍。ワンカールだけして、はい、アロディアデンスオイルですね、金木犀。全然在庫が安定しないオイルです。よいしょ、で巻いてあるんで油表を崩してあげて、すごいいい匂いですね。バッチリ、すごい良くないですかこの匂い、うん、すごい香り。そう、このレイヤー感ですね。はい、いただきましょう。はい、いきます。色も赤みをかなり抑えて、すごいそう、こういう感じ。すごい、そう、後ろから見るとこうツヤ感も出つつ、このレイヤーと下の厚みと、うん、でこの色も綺麗に、うん、別人ですね。バッチリじゃないですかね。すごい、なんか髪質が全然違う。全然違いますよ。今までなんか小さいうねりがあったから若干あの摩擦、すごい悪い言い方するとちょっと髪やすりみたいになるじゃないですか、はい、ザラ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 ってなるけど、はいはいはい、それが全部ツルンっていってるんで、すごい、なんかもう神様みたいな。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ちょっと一回後ろだけ見ようかな。まあこういう感じですね。すごい、もうで、まあ、毛先ちょっと軽くワンカールしてありますけど、こうなんとなくツヤ感も出つつ
あとはもう こういうパラ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 って多分いらっしゃった時の感じだとこれができなかったと思うんですね。ボデって落ちてたと思うんですけど、それをサラサラサラとこういう毛触りのいい紙質になりました。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。今日はヘッチューの2対1を使った、弱酸性の縮毛矯正 と、あとはリトーヌカラーと GLT を使ったハンネストリートメントが一緒にできるカラーリングっていうのと、あとはカットですね。下の厚みを出しつつも顔周りにしっかりレイヤーの入ったカットっていうのをやって大変身させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。変わりましたね。めちゃくちゃ変わりました。ヨセさん大丈夫です。モデルさん喋ってんだから。ちょっとガタってなっちゃった。よかったですよ、本当に。嬉しいです、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。以上です。お疲れ様でした。バッチリじゃないですか。2時間半、あ、もうちょいかかったか。2時間半そんな早く終わるんですね。そうなんです。こういう髪の毛の元々の人、うん、すごい憧れててわかる。でもこういう人はこれウェーブに憧れてるし、難しいところだ。お疲れ様です。ありがとうございます。はい。あ、しげさん、しげおって言って、しげぞうしげさんなんです。なんかここがハゲてて、ここに残ってない。しげぞうの説明を最後まで。ありがとうございました。じゃあまた。はい。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お得意の。漏れ漏れてねえよ、お化けみたいな。はい、金髪調子いいですか。なんか慣れてないから、そこに鏡越しに映った自分が金髪すぎてびっくりしました。なんだっけ。一晩預金。はい。爪が追加。追加です。追加カラー。追加カラー映ります。した方がいいですか。あ、いいね、映った。追加カラーです。はい、じゃあ夏楽しんでいきましょう。バイバイ。